こんにちは、かぶくです。その雑草を見つけたら要注意です。今回はツユクサを知らない方、ツユクサが生えてきてしまった方、ツユクサの対処法を知りたい方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、ツユクサという春から秋まで地面を覆い尽くすような植物、雑草があります。主には梅雨から夏にかけて大繁殖し、お庭や畑、またプランターにも生えてきてしまう植物です。この梅雨草、基本一年草なんですけど、繁殖スピードがやたら高く、気温が高ければ高いほどぐん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 伸びていきます。一瞬で庭や畑覆い尽くします。私は20年間総合園芸専門店に住めており、園芸雑草おじさんと呼ばれております。一番好きな植物は、よく私聞かれるんですけど、大概こう答えます。一番好きな植物は雑草です。そう答えるぐらい私は雑草と言われる植物たちが好きです。だって雑草って年がら年中出てまして、全国どこでも見ることができるじゃないですか。実際問題、雑草植物なんで緑色です。緑は目も心も癒します。雑草が世からなくなったら、私はストレス社会がもっと加速すると思っております。案外と雑草、目の保養になっていると私は思います。実際雑草と言われる植物たちに共通するのは、とにかく繁殖力が異常に高い、これなんですよね。繁殖力さえなければ雑草と呼ばれません。そしてこのツユ草、雑草の中でもとにかく暑さに強くて繁殖力が強い植物です。夏に生えてくる雑草としたらかなり厄介ではないでしょうか。ツユクサが夏の雑草の中で最も厄介だと思われるポイント、こちらが大きなポイントで3つあります。1つ目は茎から根が出てしまうこと、2つ目は花から種が飛んでいくこと、3つ目は土の中でも種をつけてしまうこと、この3つです。ではここから先はツユクサの特性をもっと具体的に解説し、ツユクサの対処の仕方、またツユクサとの付き合い方、こちらを実演して解説していきます。では早速行きましょう。はい、というわけでツユクサの会です。よろしくお願いします。渋谷さん、お願いします。さてツユクサ、今絶賛ですね、はい、この8月は特に多い雑草だと思います。葉っぱ見れば一発で分かるのと、あと花が特徴的なので花見て気づく方もおると思うんですが、このツユクサ基本的には1年草で、月的には多分6月中下旬ぐらい、はい、まあ、言ったら本当に梅雨草っていうのは梅雨ぐらいからバーッと発芽してきて、秋口ぐらいで、秋からはもうだん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 減ってくみたいな印象なんだけど、ここの期間の爆発的な伸びっていうのがかなり厄介な植物です、はい、ただ根っこはそんなに強くないんで簡単に草かき自体はできますという感じなんですけど、この梅雨草が厄介なのは、とにかくこう横に広がる植物なんです。うん、ふくまではいかないんですけど、こうだん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 こうエリアを伸ばすっていう性質があるのと、ツユクサが単体で群生してると高さが低いんですよ、はい、20センチからまあ30センチぐらいしか伸びないんだけど、これが他の植物の間に出てきて発芽した場合は高さが50センチ以上超えてくるんだよね。あ、そんな大きくなるんですね。性質があって結構ね、負けん気が強いやつなんですよ。はい、みんなでいるときは足並み揃えていこうぜっていうので、同じぐらいの高さでこれぐらいで俺らいいよねみたいな感じなんだけど、周りにライバルがおるとめちゃめちゃ闘争心燃やして、我先に一番上まで到達して上に伸びて、上から横に覆いかぶさっていくんですよ、他の植物。はい、なのでツユクサを例えば畑とかお庭とか他の植物がある中で見つけた場合は、早めに取らないとツユクサに覆われてしまって植物を枯らすってことが結構ある。去年ね、僕の家の庭、はい、リフォームしてて全然手がつけれなくて放置してたんだけど、最終的にもうツユクサが全部植栽したやつ飲み込んじゃって、秋に買ってさ、あの中見たんだけど全部枯れてたね。そうなんですね。まあ、蒸れて枯れちゃう、うんうん、特にこの夏時期ってさ、中がすごく蒸れやすいじゃん。上からうわーって覆って中を蒸らして枯らしてしまうっていう特性があるんで、隙間隙間にあるツユ草は厄介です。あと割と種も飛んだりしますんで、プランターの中から発生することがあります。じゃん、はい、はい、これがツユ草ですね。ツユ草も種類があって、これちょっと葉っぱが広いタイプなんですけど、はい、もうちょっとシュッとしたツユ草もあります。これで僕思い出しました。
何を？うちにも生えてました。ああ来た。生えてましたか？生えてました。おめでとうございます。これツユ草ね。はい。一つの種で株がこれ一株なのこれね。これって結構根っこ強いですよね。根っこが強いっていうか繁殖力が強い。はい。出る場所っていうのが、はい、どちらかっていうとちょっと湿ったところが好きなの。あやっぱり。そう、あやっぱり心当たりがある。いや、ミョウガのプランターに出ました。出てた。やっぱミョウガ水いっぱいあげてたんでかけるんで、ね。そうなんですよ。なんであんまり乾燥しているところには生えてきにくいというか生えてこない性質があるんだけど、この湿ってるところが好きな植物って裏を返すと乾燥に弱いっていう性質があるんだけど、このツユ草乾燥にもベラボンに強いんだよねこれね。あ、どっちもいけちゃうんですね。厄介なことに、はい、特に生えるのは割と湿り気があるところなんだけど、そこが乾いたとて生き延びてしまうっていう強さはあります。高さが20センチぐらいで収まるんだけど、ここの周りに植物があるとこれがビヨーって立てて倍以上に伸びる。そしてツユ草が繁殖力が旺盛っていうポイントの中で3つ挙げたんですけど、まずこのもうこの時点でね出てるんだけどさ、節から根っこ出すのこれ。これも今根っこ出てきてる、これ空中で。そうですね。そうで、こういう節々ね、もう10センチ間隔ぐらいで出てくるのこれね、節が。はい。この節が重さでこう垂れて地面につくのね、こういうふうにペタってつく。つくとここで根っこを下ろす。はい。根っこを下ろしてまた横からビヨーンって伸びてきて根っこを下ろしてっていうので、どん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 横に伸びてくる。で、根っこがいろんなところに突き刺さってるんで、たとえ乾燥してもやっぱ根っこの量がそれなりにあるんで、水を吸って生き延びれるっていう、まあ、とても耐久力が高い植物。土に触れてなくても、上からこれ気根みたいにほら伸びてって下に突き刺さるみたいな。とにかく茎でも増えるので、極端にこうやってパツンって切ったりするじゃんこれ、はい、特にねツユ草って結構簡単に取れるのこれ、ちぎれるというか、この節で折れるんだけどこうやってパキって、はい、こういうのがパタって落ちてたりすると、こっからまた根っこを生やして再生しちゃうと。まあ言ったらまあ刺し目刺し木、っていうのが、まあ、ベラボーに強くてすぐ繁殖しちゃいますよっていう、まあ、この茎の強さプラス8月から9月ぐらいにかけて花が咲きます。ミッキーマウスみたいな感じ、耳がこれビョーってあって、で青い、もうこれすぐ分かります。なんか青い基本的に花の植物って結構少ない雑草の中で、なんかヒゲみたいなのがミヨーンって出てるんだけど、あれさよく見るとさど悪いミッキーに見えるね、あれ闇落ちしたミッキー、闇落ちした闇だけど、はい、ブルーなんで、はい、綺麗なんだけどよく見るとめちゃめちゃ悪そうな顔してるなんかミッキーに例える人おるんだけど、はい、あのミッキーはねど悪い顔してるねもう見てみると一発で分かりますあのミッキーがついてるともれなくそこから種をつけます。でこの種のつけ方がこのツユ草は賢いというか、卑怯と言ったらいいのかな、はい、もう何が卑怯かというと、普通の花は花粉を出して虫さんたちがバーって飛んできて、でその花粉をつけて他の個体に行って受粉して種ができて落ちる。なので基本虫とか風がしっかり来ないと受粉っていうのをしないのね、はい、花が咲いてても種ができる確率っていうのはだいぶ落ちるんだけど、このツユ草って、まあ、一応花粉があるので虫が来てこう媒介してっていう通常の花の能力があるプラス、一定期間花が咲いてもう花ってやっぱ枯れちゃうじゃないですか。枯れるとやっぱ受粉されてないとそのまま花終わっちゃうんだけど、このツユ草ってある程度咲いて期間が経つと花粉がこのビヨーンって伸びてる、こういうなんかフック型のヒゲがあるんだけど、はい、これが花粉なんね。これがおしべで、この花がめしべね。時間が経つにつれてこのヒゲが戻ってくるんだよこうやって、はい、でまさかのピチョン、自分で、そうまさかの自家受粉するんだこれすごいなので外での花粉の媒介するっていう能力プラス、はい、最終的に戻ってきて自分の花につけるっていう、最強じゃないですか。なんでほぼ 100% ぐらいの受粉率を誇る、はい、絶対的に種がついちゃうんだよね言ったらインチキじゃないだってこれ戻ってくるんだよこうやって。
そんなん聞いたことないですね。そう、他の雑草でど悪いら悪いっすね、ど悪いらっていう花の能力も、はい、まあ、これまたね他の雑草に比べたら、まあ、長けているっていうところ。プラス恐ろしいのが夏から秋にかけてですけど、ここ上花咲くじゃん。で花の中から実ができるって言ったんだけど、種が。実はこのツユ草って一年草で、根っこは宿根草みたいに残らないので冬になると枯れるんですけど、枯れる前にこの土の中で種つけるんですよ。どういうことって感じや。うん、中に種、普通は外に花咲いて虫とか風で媒介で種をつけるんだけど、ツユ草花も咲かせるんだけど、この中にも花咲かしちゃう。土の中、しかもこの土の中の花も自家受粉で自分で種つけちゃう。こうやって受粉して防ぎようなくないですか。そうえ、諦めモード。なのでツユ草はほったらかしにすると 100% 毎年出ます。マジか。種が飛んでくるとかっていう以前に種がもうすでに産み込まれて残ってしまってるっていうこと。じゃあもう土変えないとってことですよね。この中を退治するか、はい、それか、まあ、取り方の方法として、この中で種つけるの、これ閉鎖花っていう開かない花なんだけど、はい、ここに種つけるんで、この株元の根っこをちょっと軽く深めに起こしてあげるっていう取り方をすると、はい、まあ、その閉鎖花も取れますんで、種もそのまま全部駆除はできる。そんなにべらぼうに張らないんで根っこが、まあ、大体5センチから10センチぐらい。ちょっと抜いてみましょうか。はい、純平さん、ほら、あ、これですか。これです。ついてましたね、このもやしみたいなやつ。そう、種みたいなのある、ここに、はい、ぷっくり膨らんでる。これ、これがいわゆる閉鎖花ってやつで、はい、個体が大きくなってくるとこのように何もしなければね、はい、地上部抜いたと思ってもこの中に種が残っていて、うん、毎年めでたく、まあ、発芽してくると、はい、まあ、最強ですこれ。この中残ってたらダメですもんね。中に残ってたらまた出てきますね。でしかもさ、これ鉢植えなんで、はい、培養土使って植えてるんで、はい、培養土ってもともとその種子の種って、まあ、ほぼって言ってると入ってないんだよね。入ってないのにもかかわらず、やっぱなんかの表紙で飛んできたりとかでこういう中にも入るっていうので、この既存の土以外でもやっぱ方々に飛んでくっていう能力、うん、繁殖能力っていうのもあるんで、まあ、とにかくどん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 何もしなければ増えてしまいますよっていう雑草。ではこのツユ草ですね、まあ、どうやって取ったらいいかっていう話なんですけど、これどの雑草にも言えますが、発生初期に取るっていうのが、まあ、一番確実で早い。例えばね、これそうだと思うんだけど、これもう赤ちゃんが出てるね、こういうの、はい、赤ちゃんは、まあ、簡単にこうやってピヨって取れる。あと小さいうちはここの中に閉鎖花って、あの花種つけれないんで、この地上部をかき取っちゃってもいい、こうやって、うんうん、カリ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 。これ雑草のさ、今年の動画で刈り取るっていうやつやったじゃん。ああいう感じでもう地上部だけガリ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 やって、ツユ草の頭払っちゃえばもうそれ以降は生えてくることがないので、発生初期に退治してあげるっていうのが一番いい。出てくるのがだいたい6月ぐらいなんで、まあ、梅雨時期前後ぐらいから徐々に出てくるんで、まめにパッ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 パやっていただければ、まあ、発生自体ツユ草を抑えることは可能です。大きくなってしまったツユ草に関してはもうこうやって閉鎖花をつけてる可能性があるので、土掘るような道具でこの株の周りだけねガバッと掘ってあげれば、一応閉鎖花ごと退治はできるので、まあ、そういう抜き方してあげることをお勧めします。ただツユ草って考え方で対処法を変えてほしいんですけど、土の中に残ってる種って分かんないし 100% を防ぐのは難しいんだけど、ここだけは気をつけてほしいですよっていうポイント。特に庭と畑の中の植物と植物の間に出てきたツユ草、これは必ず取ってください。できればこういうふうに取ってあげれるのがベストです。隙間から出てきてるツユ草って実際もの数は少ないはずです。他の植物の方が相対的に数が多いので、取る作業にしてもそんなに苦ではない。あとツユ草が群生してしまうとどうしようもないパターンがあるね。じゃあ群生するところどこかって言ったら、やっぱ畑の植物を育ててない脇のエリア、
とか、お家でいうと、まあ、敷地内の駐車場みたいなところとか空いてる場所にこうやって出てくると。群生してしまった場合の取り方なんですけど、これは1個確実に除草する方法があります。それが、はい、除草剤です。はい、これラウンドアップっていう薬なんですけど、はい、葉っぱから入って根から枯らしますよみたいな、グリフォー系っていう系統の薬なんですけど、この辺かけるとほぼ 100% 一発で枯れます。ここの閉鎖感のところまで枯らすことができるので、どうしようもないという方はこういうのを使うのも、まあ、一個の手法なんですけど、僕的にはあんまりおすすめはしない。はい、これ考え方なんで何ともなんですけど、まず除草剤に対する草の抵抗っていうのが最近年々とついてる、つき始めてる、はい、効かなくなってきてるの、除草剤自体が。はい、で生えてるものは枯らすんだけど、土の中に眠ってる種とかなんとかっていうのを全部除草ができない。土に落ちるとこれ分解されちゃう成分であったりするんで、土を傷めないとかっていう発想もできるんだけど、逆に言うと土の中の種は枯らせなくてまた出てくるよね。で出てくるたびにこういうのを使い続けてやると、いずれは抵抗を持ったものが出てくるようになってくる。あ、強いの出てきちゃうと困りますね。そう、除草剤に頼りっぱなしにすると、とにかく薬が効かなくなった時に結構困る。薬かけ続けた結果どういう風に土がなってるかっていうと、植物がもう育たない環境になってるので、土カッチカチになっちゃってるんですよ。でカッチカチってところに出てくる雑草って、これまためちゃめちゃ強健な雑草が今度出てくるようになっちゃう。そうなると余計に抜くのが大変にどん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 なっていく。あとは除草すると地上部きれいになるのね。薬も分解されて土に残らないんでまた発芽はしてくるんだけど、基本的にきれいに草抜いたりきれいにこう除草剤でさらにするじゃん、 100% 違う雑草も生えてきます、ここから。はい、何にもなくて何にも生えない土の表面になってることってほぼないです。もし何も生えないような場所があるようであれば、その土は基本的に植物も雑草すら育たない、まあ、栄養分も全くない、めちゃめちゃこう悪い土っていうのかな、うんうんうん、どうしようもなくなっちゃってる土。例えばカチカチの土になると水を含むとベタベタになったりとかする、ぬかるみになったりもするし、何も育たない環境っていうのは、まあ、これはね、まあ、本当に考え方なんで何ともなんですけど、僕のチャンネル見てる植物が好きな方だ、自然も好きだっていう方、まあ、少なからず土の中でもね、微生物とか小動物とかなんかが生えるぐらいの感じをキープしたいじゃんってなったら、除草剤は、まあ、何回かかけるのはいいと思いますけど、ずっと使い続けるのはちょっとお勧めできません。じゃあどうするか、もしそこの敷地の中で雑草を生やしたくなければ、雑草を止めるっていう植物があります。これ以前に雑草を抑える植物特集したので、具体的にこちら見てもらってもいいんですけど、よく使われたりするのが、動画でも特集しましたけど、クラピアっていうヒメイワダレソウっていう植物の改良版。これは地面をバーって覆ってってくれるので、この子たちが出てくる隙間がなくなって植物で雑草を抑えるって発想ね。クラピアとかを使うとか、あと畑であれば例えばクローバーとかがあります。はい、まあ、緑肥っていう植物が栄養になるよっていうジャンルがありますんで、その緑肥系統を周りにまいておいてあげる、土も良くしてくれて地上部も堆肥とかで活用できますっていう植物がありますんで、できれば露草が生える前、だいたい6月ぐらいに出てきちゃうので5月以降に植えてあげるとか、種をまいておいてあげるって感じかな、っていう風にすれば露草自体は徐々に徐々に抑えることは可能です。ただまあクラピアとか緑肥なんかも、まあそれも管理しないといけなくなるんで、まあ、そこまでちょっとできないよっていう方は、僕はですけど露草ですね、もう諦めた方がいいと思います。はい、諦めたらいいってどういうことかって言ったら、こうやって群生してるところは抜かない方がいい。はい、なぜかと言ったら、はい、疲れる。まあそうですよね。うん、こんなんいくらやっても中に種が入ってくるとどんどん出ますという形になるんで、できれば露草なんかは地上部をバーって刈っちゃう、それこそ刈り取るだけで OK。 刈り取ったやつも刈り取った露草の上にバババってかけとくと、まあ、そこからまた切れたやつからもう発芽するって言ったじゃん、はい、発根するって言ったんだけど、まあ、発根するまでには時間がかかるし、どん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 積み重ねていくと中の方が蒸れて枯れてくるんで、めちゃめちゃ群生の方をしてきませんので、ちょっとお時間かかりますけど、一月に一遍ぐらいとかは鎌でもいいので、あと草刈りみたいなんでバリカンとかでもいいんで、バーって刈って樹高だけ落としておいてあげる。はい、樹高がやっぱ高くなるとこの中に害虫とか虫がすごいこう住み着くようになっちゃったりするので、まあ、なるべくならそういう環境を作らないためにも、まあ、とにかく刈ってその場に置いて伏せてっちゃうっていうやり方がいいかなと思います。
逆に他のエリアに買ったやつを貯めるっつって置いとくと、その場所から新たに露草が出てきちゃうんで、うんうんうん、どちらかというとあんまりこう外に出さないように、露草は露草エリアみたいな形で、まあ、そこで管理するのが僕はいいかなと思います。はい、というわけですね、まあ、露草生えてる畑ですねありますんで、どんな感じで取ったらいいのかとか、どういう感じで買ったらいいのか、実演の方をしていきたいと思います。はい、というわけで実の方入りたいと思います。これ畑の方ですね。ここでは植物が植わっているところ、はい、畝の間とか植物の隙間に出てきてしまっている露草、はい、これどういうふうに対峙するかなんですけど、この隙間から生えてくる露草ね、例えばこの辺もそうなんだけど、こういうやつはできれば根元をたどっていって、うわすげえ、どこから来てるのこれ、これが親だな、根元のところを掘って、はい、掘り上げてもらって、なるべく下から取る、ほら、はい、種がついてるよ、これね、ありますね、うん、この辺なるべくここに残しておきたくない、はい、畑の外であればそんなに被害はないんだけど、他の植物の周りに露草があると、はい、結構この露草によるダメージって受けるのこれ、うん、覆ってしまうのもそうなんだけど、露草自体が水分持っとって、はい、病害虫が好むんだよねこれね、はい、うん、そういう環境を割と作りがちなんで、なるべくなら根元から抜いてあげる、うん、他の植物があるようなところから出てくるやつはそんなにね、めちゃめちゃベラボに量がないはず、はい、他の植物の方が優勢になってるはずなんで、あったとしても、まあ、知れてるんで量がちょっとお手数なんですけど、できれば株の特に周りから出てきてる露草は根っこの方からカキ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 する。あ、これなんかすごい、これ、あ、本当だ、すごい伸びるじゃんこれ、すごい長いですね、うん、50センチぐらい本当ありますね。どこまででも伸びようとしちゃう、これが厄介なんで、こういう小さいのだったらまだ閉鎖かって根っこ張ってないんで種、はい、こういう場合は例えばこれね、この間出した三徳小釜的なやつで、はい、地上部から切っちゃう、こうやって、はい、切り取っちゃえば再生してこないので、はい、この取り方が小さい初期段階は早い、はい、圧倒的にかき取っちゃう。ちょっとでもこうやって茎が残ってるとこっからは上がってくるので、はい、刈り取る場合は必ず土の表面全く茎が残らないように、うん、しっかりと地上部から刈るね、はい、こんな感じで対処していただければ、この畝の中っていうのかな、はい、植物が生育してるエリアは防除が割としやすい、はい、取ってお手数ですけど、この辺が出てきたら畑の植物の近くからは離すねっていう感じで処分の方をしてください、まあ、この辺もそうやね、わかる、あ、本当だ、これ露草なんだよね、気づかないですね、こうなると、意外とさつまいもの中から、はい、ニョキニョキニョキってこれ紛れて上がってきてるこれ、はい、ほらほらほら、芋づると間違えそうなぐらい、うわわ、どこだ、かき分けてかき分けてかき分けていくと、これだ、これ間違えちゃいそうですね、本当に、そう、注意深く見てこないとどさくさに紛れて勢力を上げてっちゃうんで、はい、ここね、よいしょ、ほら、おろ、すごい、一株でこのボリュームだよ、うん、どっかで聞いたことがあるセリフだけどさ花とかで一株でこのボリューム一株でこのボリュームですよこれ、はい、すごいですね、それぐらい繁殖力が旺盛なのと、縦横無尽にこうやって走っていっちゃうんで、間から出たやつはちょっと注意深くできるだけ根っこから取り除くね、はい、これが割と気づかなかったりするんだよね、とにかく虫がこいつがあることによってどんどん出てきちゃうんで、よいしょという感じで、畑の中とか庭の中から出てきた露草、まあ、これは根から取ることをお勧めします。はい、というわけでこれがですね畑の外ですね、はい、エリアっていう感じだと、もうこの辺そうですね、露草が今これ葉っぱ閉じてるんだけど、はい、乾燥すると、はい、この状態で結構持つんだよね。なるほど。なんでいくら雨が降らなすぎてもこの状態で生きとると、で雨が降ると一気にこれ広がってまたバーッといっちゃうと、このままほがっとくとどん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 エリアが拡大していくんで、敷地が広い場合は、はい、手でさこの辺をこうやって抜くのもいいんだけど、こうやって、はい、これすげえ大変なんですよ。もう漏れなく多分絶賛暑い時期なんで、ちょっとここまでやってるとラチが開かない、はい、まあ、一番手っ取り早いのはこういう鎌ね、はい、鎌で草刈りの鎌で刈っちゃう、こうやってこれは早い、刈り取っちゃう、はい、とにかく種をつけさせないように、地上部の種があるとそれが飛んでったりするんだけど、地下のさ言ったら閉鎖下の種なんかはもうしょうがないと思った方がいいと思う多分、はい、これ以上エリアを拡大をさせないように
っていうところだけで勤めれば、これ買ったやつはもうこのままここに置いてっちゃう、はい、このままマルチしちゃうって感じで、あんまり持ち出さない、持ち出す方が広がる可能性があるんで、わーって買っちゃう。とにかく楽に対処しましょうよっていうところ、光合成さえ防いであげれば徐々に徐々にですけど弱っていきますこれ、はい。はい、という感じでこうやってザザッと土を変えてこのまま置いとく、はい、このまま置いとくとどうなるかっていうと、じゃじゃんと、これちょっと以前買っといたところね、はい、こうやって露草上にこうやってザーッと敷いて、上の方は日が結構当たるんでカリカリに枯れてくるね。で下の方はこれまだ保湿されるんで枯れてないんで、こっからまた若干こうやって立ち上がってくる、こうやって、はい、ポツ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 って立ち上がってくるんだけど、まあ量は知れてる、うん、でまあ立ち上がってきたらまたこうやってサッサッサッて枯れば、はい、草刈り自体はすぐ終わるこれね、うんうん、まあ、あくまで枯れ草を残しとくがいいと思うね、はい、こういう上を刈るだけ。ただ何遍やっても何遍やってもどんどん出てくるんですよこれ。一番良くないのは草取りで心が折れてしまうっていうところだね、うん、いくらやってもこれやってもダメだっていうので折れてしまう。これ折れないようにするために一つ考え方があります。こういう雑草は何かに利用できないかっていうのをとにかくなんか考えて調べたりするといいと思う。この露草特になんですけど、他の雑草に比べて一つだけねめちゃくちゃ突出した使い方がある。これ何かっていうと、露草食えます。食べる。そう、露草はどんな雑草を比べても一番うまいです。え、めちゃくちゃ実はこれうまいんで。うまい、うまい、感動レベルよこれ。マジっすか。みんなね知らなさすぎて、はい、もう厄介厄介って言うんだけど、僕からしたらもうこんなん菜園だよ菜園。これちょうどいい、はい、この新芽出てきたところ。これ刈るって言ったじゃん、はい、刈るんだけど、刈ったこれここに敷いとかずに、はい、食いますこれ。むしろ刈るのもいいんだけど手で摘んでってもいいこれ、はい、ちょっとネリアだったらこの地上部食べる分だけみたいな。そう、花を咲かせないようにどん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 こうやって上だけ詰めばいいじゃんね。なんか以前食べれる雑草があるって話を何かの昔の雑草の回で言ってたと思うんですけど。そう、食べれる雑草って多いんだけど、はい、大体いろんな雑草っていうかいろんな草ってさ、はい、苦かったり青臭かったりって多いんだけど、はい、この露草ベラボーにうまいっす。おじゃあ今から作るみたいな。お、気づきましたか。そうです。え、今からこの露草食いますか。クッキング。そうです、もうちょっと刈り疲れたんで、はい、せっかくならこの恵みをいただきましょうというところで、今からここから先ですね露草クッキング始めたいと思います。はい、というわけで露草食べれます。食べる。このね、はい、雑草を食べるっていう認識になっちゃうと、はい、抵抗がある方おるかもしれないんですけど、露草自体の栄養価っていうのが実は結構あって、はい、主に入ってるのがまず1個ね、グルコシドっていう栄養素。これ何かって言ったら簡単に言ったらブドウ糖になります。まあ言ったら糖なんで肉体のエネルギーになるっていう要素が入ってたり、あとはタンニン。タンニンが入ってると血中のコレステロールを下げるっていう効果があったりするので、まあちょっと高血圧の方とかにはいいっていう要素。プラス青バニン。おお、青バニン、うん、これはあんまり聞いたことがないと思うんですけど、抗酸化作用がめちゃめちゃ強い物質で、ちょっと肥満気味になったりとか、あとは動脈硬化とか、まあ、僕結構ねこう見えてて中性脂肪とかさ高かったりするんで、はい、今言った3つですね、はい、実はめちゃめちゃ理にかなった成分が露草には入っとるんです。プラス草ってさ食ったら草っぽくないってなるじゃん、ちょっとした青臭いというか苦いというか、はい、イメージね、驚くほどないですこれ。多分何も言わずにその料理したやつ出されたら 100% 分かりませんこれ、はい、草を食べてるっていう。極端な話美味しいです。というわけで露草使い方としたらナッパみたいな使い方していただければいいんで、料理茹でたり炒めたり、あとスープに入れたりとか、もういろいろ活用ができます。その中でも一番簡単にできるおすすめなレシピはおひたし。これはほぼ3分あればできますんで、ぜひともこの暑い夏ですね、露草のおひたしを食べることをお勧めします。というわけでいきましょうか、亀くんがでチャンネル3分クッキングのお時間です。
テレレテテテテテレレテテ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 本当に3分でできます、これテンション上がるじゃん、これみんな暑いからさ、3分クッキングは誰でもできます。まあ用意するのはコンロね、火と、あとは鍋、はい、ザル、こんだけあればできます。はい、そしてジェン、はいはい、積んできたつゆ草ですね。はい、一番食べやすいのはやっぱこの上の新芽の部分ね、はい、上の柔らかい部分の大体10センチぐらいのところが一番食べやすいんで、まあ、上の方だけポン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 折って積んでくるみたいな感じ、はい、がいいかなと思います。大体ツユ草が生えとる場所ってその脇であったりするんで、多少この汚れがあると思いますんで、積んできたやつは必ず洗ってくださいね。はい、土汚れとかは結構ついてると思う、軽くですけど。こうやってさ、食べれるものもさ、実は敷地内とかで生えてたりするんで、はい、薬とかをまかない方がいいっていうの。まあ確かにその薬撒いてあるとちょっと食べるの抵抗があってでしょう。なりますよね。農薬もそうだし、はい、まあ、除草剤がとかさ、さすがにちょっと抵抗あるやん。だからこれは植物好き限定だけどね、うん、葉物野菜ができてるって思ったらめっちゃ気分が楽になる。これ雑草だと思わないですね。 おもちゃいかんわ。これ青バニンだと思うよ、青バニン。あのミッキーマウスど悪いって言ったんだけど、はい、あのミッキーマウスが天使に見えてくるわ。確かに、うん、やった今年もミッキー出てきとるやんみたいな。食材をこう作ってくれるみたいな。食材作ってくれるよ、ディズニーランドやね。ツユ草がもうバーッと生えてたらもうディズニーランドに行ったみたいな気分になりゃいいよ。夏大変じゃん、並ぶの。そうです ね、 ねえ、あんなにミッキーが迎えてくれたらさ、願ったりかなったりだこれ。はい、というわけでこれ洗いましたらば、お湯ですよ、お湯。はい、まあ、沸騰させるぐらいの温度にする。はい、で、ツユ草ドボーンして3分いらんぐらいかな、はい、本当にもう1分から2分ぐらいでいいです。はい、お湯沸かします。はい、って感じでこれ沸騰してきましたら、はい、ツユ草たんまり入れちゃおうか、これ。はい、ドボーン、茹でる。茹でる。はい、葉っぱが柔らかいのと結構水分この子たち持ってるからさ、はい、早いんやこれね。ほうれん草みたいな感じやこれ。あ、早いですね。確かに言ったらもうしなしなってなるじゃん。うん、でここの茎の部分をシャキシャキ感残したければ、まあ大体1分弱ぐらいとか、はい、3分以上やるとねちょっとドロドロになっちゃうかもしれないので、うん、これはちょっとね、まあ、個人的なこれ意見感想なので、はい、100% 誰でもいいってわけじゃないんだけど、ちょっと興味があったら、うん、マジでまずはおひたしやってみてほしい、これ、はい、どんだけポテンシャルがこいつにあるのか、うん、分かっていただけると思う。ちょっとあの色が出てきましたね、この茹でて、ね、はい、もともとさ、このミッキー、はい、青ミッキーの花って染料に使われてたってさ、青い色の、はい、で花だけ摘んで煮出すと結構青い。あ、そうなんですね。そう、まあそんなことやる人いないけどね、うん、まあ、そもそもこの時代におらんけど、なんか昔はそれで染料として使ってたみたいね。へえ、利用価値がめちゃくちゃ高いんで、実はこの強さ、ね、うわーめんどくせえとかもう嫌だとかって思わずに、うん、今晩の付け合わせが1個あるわみたいな。茹でててもすごい匂いが出てくる感じもないですね。そうなんですよ、これ本当に癖がないのこれ、うん、よっしゃー、はい、はい、さあちょっと火を消して、ジェ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 ンジェジェン、うわー、うわー、なんかほうれん草に見えてきたこれ。うん、見えきたでしょ。おー、いい感じだわ。はい、うん、ちょっとシャキ感もある。でちょっと粗熱が取れましたら、はい、ギュッと絞って、ね、大体一口大サイズぐらいに。おー、いいえ、いいえ、これ。おー、うまそう。ゆくさん。はい。よいしょ。もう必殺アイテム今日持ってきました。はい。じゃん。おー、めんつゆ。ごまとめんつゆ。これがあれば、一発です、はい。これね、まずね、ごまを入れるのがミストだね。大事ですね。これでね、3倍ぐらいアップします、これ、うまみが。で、今の時期だとそうめん食べるよ、これ。はい。ね、めんつゆ。これストレートなんだけど、はい、俺かけるだけよ、これ。あとは。チェレレーン、チェレレーン。チェレレレーン。てて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 おひたし、はい、完成です。うまそう。いただきます。うわ、うまそう。普通にめっちゃうまそう。あのね、はい、マジでうまいよこれ。
なんか雑草って見えないっすわ。読んじゃいかん雑草って。ダメっすか。ディズニーこいつディズニー。これ今日ちなみにおひたしやったと思うんですけど、うん、まあ、他だとどういう調理法あるんですか。まあ、焼いて、まあ、本当野菜炒めみたいな感じでさ、はいはい、入れてあげたり。そう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 、ナッパ類っていうのかな、はい、葉っぱ類の料理バリエーションで全く間違いなく問題ない。あ、じゃあお味噌汁入れたりしても多分全然問題ないです。なるほど、 100% 問題ない。それ食べてみこれ、はい、純平さん、はい、グルメな純平さんが食べるとこれ嘘じゃないか分かるからさ、はい、いただきます。はい、うまいっすわうまいっす。ちょっとびっくりだな、うん、雑味というかあれが全然なくて、うん、食べやすいっていうのが一番ですけど、言われなきゃ分かんないかもしれないですね。 100% 分からんでしょこれ。分かんないかもしれないね。え、はい、青臭さって一切なくないこれ。一切ないですね。苦味もないし、ないっすないっすないっす。ねえ、本当に癖がないでしょ。ないっす。で、食感もちゃんとあるでしょ。なんか茎の部分もう一口ちょっと、じゃあ、はい、いきます。この美味しさに気づいてくれて。むしろ茎の部分の方がうまいですね。シャキシャキシャキとしてうまい。あ、いいところに気づきましたね、ジブさん。これうまいっすわ。うまい騙されましたこれ。騙されたのこれ、はい、あ、うまい。ディズニーに感謝でしょこれ。うん、いや本当にうまいはい、というわけで今回のカメクンガチャンネルは梅雨草を特集しました。よかったかな、参考になったかなと思ったらぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あと、あなたのご自宅の梅雨草の対処法、付き合い方ありましたらコメントの方で教えてください。あと、おすすめレシピがありましたらコメントの方でこちらも教えてください。カメクンガチャンネルではこのように日頃困る雑草の特集どんどんしていきます。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後はダッカーフォーの余談です。マクトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さーて、来たねこれ、梅雨草。ごちそうが来た。ごちそうだよこれ、はい、こんなにね、多分うまい草ないと思う俺。いやー、ほんとそうですね。一品あっていいですね、小鉢として。夏にいいでしょ、しかも。あー、確かに夏にいいですね、このさっぱり感は。さっぱり感。ほうれん草とか多分今の時期ってあんま取れないしさ、うんうん、おひたしってなかなかこれ多分できないと思うよ、これ。あと一番でかいのやっぱ無料ってとこじゃないですか。取る方だよ食材が無料みたいな。買ったらまた出てくるんだもん2週間に一遍ぐらい取りってさ、はい、とか、まあちょいちょい取ってもいいんだけど。でも確かに今の取った量であれぐらいなんで、うん、お庭広い人だったら毎日行けちゃいますね。行けちゃう行けちゃう。水草ブーム来ると思うよ俺。しかももう終わっちゃったし、うん、あんだけあったの一瞬じゃないですか。一瞬で食べれちゃうもんね。うん、本当にそうですね。5人家族だったらもうゴミ袋1袋いけるよこれマジで。いけちゃうね、はい、いけます。ほんと癖がないからこうおひたしもらうし、なんか他のものも一緒に出しちゃっても多分全然分かんないと思う、うん、ね。これからの時代はさ、なんかいろんなものを利用しましょうとかさ、うんうん、まあ、食べれるものは食べましょうじゃないですけど、うんうんうん、こういう提案もまあ僕ならではだと思うんでね、チャンネルならではだと思いますんで、雑草を全部駆除するっていう発想を徐々になくしていきましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。